立山火山周辺の地形図。右上の鉱山に囲まれた場所が室堂平。左へ伸びる平坦部が水田ヶ原。中央右の大きな窪地が立山カルデラ。立山火山は飛騨山脈立山連峰西斜面にある活火山。富山県に属する。なお、立山三山,山,山は火山ではないため、この、室堂平は火口の密集地帯。 三國が池や緑が池も縦山火山の加工湖である。獅子岳から望む五色が原と、飛山室堂平から、天狗平、三田ヶ原、美女平と続く、なだらかな斜面と縦山カルデラ、そして、和紙岳、飛山を含んだ五色が、原が、縦山火山である。かつて清掃火山があったものが、 三田ヶ原と五色ヶ原を分ける縦山カルデラの侵食が進んで山頂部が失われていったと考えられている。両線部には氷河によって生じたカルデラ地形と侵食された岩石の堆積物の漏れンを見ることができる。主な火山活動は地獄谷と周辺での隆起活動、温泉などである。22万年前から火山活動をはじめ安山岩、 デイサイトの溶岩で2800から3000メートルほどの飛散体を形成した。その後、新色カルデラが成長し、山体が三ガハ原と五色ヶ原に分断された。新色カルデラの中では多数の爆裂加工が形成されたと考えられているが、山体は新色により失われその痕跡はまだ発見されていない。 山崎直方の四男で地質学者の山崎正夫は立山火山の活動期を以下のように分類した。第一期には活動休止期があるためさらに二つに分けている。有事以降の主な活動は以下の通り。剣岳の早月尾根上部から望む地獄谷の噴気活動。地獄谷は複数の河口が拡大、結合して形成された盆地。立山は 国が監視、観測体制の充実の必要があるとする47の火山に含まれていないため、火山性地震などの測定データがなく、火山リスクの科学的判断はされていない状態。ただ、土地の管理者である環境省による地獄谷での火山性ガスの計測はなされている。近年はそのガス濃度が高まり、2012年より地獄谷は立ち入り禁止が続いている。 室堂から来庁平へ続く遊歩道では、特に地獄谷からのガスの風下に近い廃末が茶色に枯れている箇所が増加している。そのため、環境省は遊歩道沿いのガス計測ポイントを増やした。また、遊歩道の迂回路の計画もされている。例えば、2013年5月度の火山外境では、以下の通りであった。東北地方太平洋沖地震以降、三田ヶ原周辺では、 地震活動が活発な状態となり、2011年10月から11月にはさらに活発化しました。その後、周辺の地震活動は低下しつつも継続しています。一方、三田ヶ原近傍の地震は少ない状態で経過しました。立山地獄谷では以前から熱活動が活発に継続しており、この付近では火山ガスが高濃度になることありますので、 注意してください。また、2014年8月度の火山外峡では、以下の通りである、三田原、噴火予報三田原近傍の地震は、少ない状態で経過しました。立山地獄谷では、以前から熱活動が活発に継続しており、この付近では、火山ガスが高濃度になることがありますので、注意してください。詳細は、立山カルデラを、 三勝立山カルデラは縦山火山が侵食されてできた東西 6.5km、南北 5km の侵食カルデラである。大規模な砂防工事が行われている。ありがとうございます。